任天堂は来月2日に京都府宇治市に開業する任天堂ミュージアムを報道陣に公開しました任天堂の素業の花札などを製造していた工場を改装して作られたミュージアムではファミリーコンピューターをはじめとする歴代のゲーム機やソフトが展示されていますまた実物のおよそ12倍もある巨大なコントローラーでゲームがプレイできるなど実際に体験できるコーナーも設けました